河川草は、菊る車属の多年草。茎は直立して分子し、高さ60から80センチメートルになり、細く硬く、やや密に毛が生える。地下茎を横に長く伸ばして増える。茎につく葉は、やや密に誤生し、チューブの葉は長大円状皮炎型で、長さ5から8センチメートル、幅1から2センチメートルになり、先端は鋭く、基部は茎を抱き、縁には、まばらな巨子がある。 葉質は洋脂質で薄いが硬く、葉の表面はザラつき、裏面は葉脈が隆起して目立つ。下記は7から9月。茎の上部が分子し、その先に登場過剰、普通1個ずつつけ、上向きに開く。頭花は黄色で、計3.5から4センチメートル、円につく姿勢の絶上花は、長さ約9ミリメートル、幅約2ミリメートルになり、先端に3葉があり、 中央部には、両性の筒状花が、多数付き、頭部の先端は後列する。舌上下、筒状花ともに結実する。双方は、長さ約1センチメートル、計約2センチメートルの半球型で、双方辺は4列に並び、すべてやや同じ長さ。外辺は後皮芯型で先が尖り、中部以上の方は、緑色で密に短毛が生え、その外側に包容がある。 果実は痩せかで長さ1 5ト、mm、ルの円柱型になり十あばらがあり、毛はない。感毛は長さ8ト、mm、ルになり、毛は多数あってザラつく。開花時には臨片状の根質用と茎の株の葉は枯れてなくなっている。これは同族のお車と同じ特性であり、同族の水菊と異なる特性である。また、 同族の西種と比べて、絶妙花の並びが、やや乱れるのが特徴である。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、日当たりの良い山野の草原、湿った草原、水辺の草むら、湿地などに生育する。同族のお車より乾いた場所に生える。世界では、朝鮮半島、中国大陸東北部、シベリアに分布する。和名、河川層は、 河川層であるが、牧野富太郎は、名の由来は不明としている。また、主相名ソリシナは、柳のような、変種名アジアティカは、アジアのの意味。分類上の基本変種である、茎の毛が少ないバリエーション、ソリシナは、西シベリアからヨーロッパにかけて分布する。また、河川層バリエーション、アジアティカを、基本変種バリエーション、ソリシナと分けないで、 いならソリしなのしの任務とする考えもある。ありがとうございます。